コーベル・レオは、ハンガリー人の両親を持つ画家、イラストレーターである、パリやニューヨークでも挿絵画家として活動した。現在のチェコのブルノに、ハンガリー人両親のもとに生まれ、子供時代に、ハンガリーに移った。1893年から1896年まで、ウィーン美術アカデミーで絵を学んだ後、ミュンヘンに移り、ミュンヘン美術院で、歴史画家のハックルに学んだ。 ミュンヘンには1899年まで滞在し、ミュンヘンで私立学校を開いていたハンガリー人画家、ホローシシモンの学校でも学んだ。ホローシの学生とハンガリーのナジバーニアで活動し、展覧会に作品を出展し、1899年にはハンガリー全国展に作品を出展した。1900年までにはパリに住むようになり、商業美術の分野で働き、 ルリールやラシエット・オブールといった風刺雑誌に挿絵を描くようになった。1906年からはウィーンやブダペストで活動し、ウィーンの雑誌、ダイマスケットやハンガリーの風刺雑誌に挿絵を描いた。1907年にブダペストの画廊で古典を開き、ポスターやパリの風景、余間を過ごす人々を描いた作品を展示した。1911年にも展覧会を開き、 1916年には戦争に関する作品を展示し、その後戦争による孤児の支援などのための活動をした。1921年にアメリカ合衆国に移り、ニューヨークワールドやニューヨークタイムズの差し絵画家として働き、良い収入を得たが芸術的な仕事から遠ざかったことに不満を抱いていた。書籍の差し絵も描いた。ニューヨークで亡くなった。ありがとうございます。